はい、昨日ね動画を上げました。引用したのが新カッチャンネルというところで、創価学会の政治部が公明党を不支持ね、こういった動画だったんですけども、今日はねその動画を取り上げて、別の音声なのかな、公明党が創価学会の今はね反逆者として位置づけられているよっていうことをね、音声で、撮られた動画があったんで、それ概要欄に貼っときますね。こちらの方がね令和新選組面々というチャンネルなんですけども、こちらの方がね、この公明党のことを取り上げて、創価学会政治部が公明党不支持宣言というふうなね形だったです。まあ17秒くらいの動画なんで、ちょっとすぐねご覧いただきたいと思いますけども、結局ね創価学会の中に池田大作さんの設置した政治部っていうのがあって、そっから独立した公明党っていうのが政党をね、作ってやってるわけなんですけども、まああまりにもね、そこがひどいということでね、私も感じてたわけですけども、まあこの度、創価学会が見下り班をその公明党に叩きつけて、もう山口夏を何やっとんじゃということで、今ね、対立構造ができてるのかなというところでございますね。今日はそんなとこですか。はい。じゃあ、失礼します。